こんにちは、田村瑠里沙です。昨年認知症基本法が成立をいたしました。これから我が国は認知症の方々も大きく増えてまいります。認知症に関しましてはですね、予防薬が出てまいりましたけれども、しかしながらですね、まだまだですね、認知症実際問題悪化してしまうとですね、それを治すという薬は出てきていません。誰もが認知症になる恐れがあります。しかし認知症になった時に、認知症の方々と共生できる社会、これを作ることが重要でありまして、我々は基本法を作りました。これにのっとって今対抗が出来上がって、認知症の方々が共生できる社会をどう作っていくか、このような施策が進められております。私今回当選させていただいたら、さらに認知症の方々と、そして健常者の方々がですね、共生できる、そういう明るい社会を作ってまいりたいというふうに思っております。